はい、皆さんこんにちは。登山の YouTuber りょうじです。今回ね、今ね、下切高原っていうのかな、ちょっと読み方は分かんないんですけど、ってとこに来てます。今回ね、登る山は女峰山というね、男体山の、奥さんらしいです。まあ、山に奥さんってよく分かんないと思うんですけど、まあ山の男体山の奥さんに登ろうと思ってます。コースタイムがね、これすごい長いんですよ。だいたいね、どっから登ってもね、10時間弱ぐらいの工程なんで、まあ結構気合い入れないとね、いけないかなと思ってます。で、今回ね、こちら分かりますかね、超小型カメラインスタ GO2 を導入してみました。今ね、 DJI の手持ちカメラでやってるんですけど、目線カメラはね、こちらのね、インスタ GO2 で撮ってみたいかなと思います。じゃあそんな感じで、多分ね、紅葉も相まった最高の、女峰山をお届けできると思いますので、お楽しみください。では女峰山編始めます。まずはね、階段時刻が始まるというような感じです。今日は長いんですよね、本当に。よいしょ。まあ一歩一歩ね、登っていきたいかなと思います。なんかね、違うコースから行くとね、バカ尾根って言われる、栃木のバカ尾根っていうコースがあるんですけど、いやでもこれもすごくね、最初1445段この階段を登らないといけないらしいですよ。1445段ってやばくない？よいしょ。まあ愚痴ってても山頂につかないんで、まずは1445段の階段登っていきます。いやー、まだ始まって10分も経ってないかと思うんですけど、もう心が折れそうな、私です。まあ見ていただいて分かると思うんですけど、これ階段なんですよ。で、さっきから1445段って言ってますけど、あれ見て分かります？むっちゃ階段続くやん。あの上まで行くんでしょう。地獄じゃん。普通のね、とこだったら全然いいけど、階段きつい。まだ500だ。あと3倍も登んないとね、まずこの、で、階段登ってもゴールじゃないからね、全くもって。その、登りの工程のうちの5分の1ぐらいだと思います、ここを登って。最初にね、殺しにかかってきてますね、女峰さん。今階段地獄登ってるんですけど、これ見てください。天国にまで続くような階段、これもう見たらね、テンション下がるでしょ絶対誰でも。えぐっ。まあね、そんな感じで、見えるからこそ辛い、もう見えるからこそ辛いこの登りをひたすら一歩ずつ行こうかなと。地獄だ。こっちですかね。1445段の階段が終わって、やっとね、登山道じゃないですけど、入ってきました。基本1400アップですかね、上り下りで。なんでね、結構登りますね。多分朝早くからじゃないと、もう夜遅くなっちゃうと思いますね。歩き始めて約1時間ぐらいですかね。ひたすらね、こういう、いろんな登山道があるんですけど、全部一本に繋がってます。で、あちらですね。あれが赤薙山。赤薙山。だと思います。あのピーク行って、登りのやっと3分の1行くかなーっていうとこぐらいです。いやー、天気は良好で、最高ですね。今ね、赤薙さん抜けて、やっと稜線伝い歩いてるんですけど、あれかな、女峰さん。
めちゃくちゃ遠いな。多分あれ、ちょっと雪残ってそうですね、見た感じだと。登りは今歩いてるところはね、ちょっとねゆったり気味にはなってるんですけど、ずっと登りです。なかなかですね、ここは。やっぱ景色が美しいね。なんか人がやっぱあんま入ってないんで、すごくね自然な感じがしますよ。まあちょっと岩場があったり、まあでも難しくはないかな、今んとこ。危険箇所はそこまでないですね、今んとこは。今赤薙奥社跡に来ました。こっから女峰山は、まあ、だらだらした登りが続くようで、まあ、2時間20分らしいです。標高も今2000m 超えたんかな。だからちょっとね雪がちょっとねある感じになってます。あー疲れるね、やっぱ遠いね。もう遠いしか行ってないか。まあ全行程9時間弱のルートなんで、先を急ぎたいかなと思います。向かってるんですけど、雪ですね。まあ気合勢もつけなくて歩けるぐらいですけど、多分気をつけないと滑っちゃいますね。よいしょ。もう10月の末ですけど、こういったねもう2000メーターぐらいの山でも、状況によってはね凍ったり雪があったりするんで、多分事前に下調べしていった方がいいかもしれないですね。行ったら雪あるやんみたいな。そう、あと格好とかもね。よいしょ。残り1時間20分で二峰山着くポイント、一里ヶ曽根独標わかんない、一里ヶ曽根独標に着きました。いやー突き抜けてるね、ここは。360です。こっち雲だけど、突き抜けてます。でここから1時間20分かけて、あ、消えた、消えちゃいましたね。あそこですね、あそこら辺に、189座目です。二峰山があるという形です。ちょっと疲れたんで休もうかな。よし、一旦下ってそこからずっと上りです。よいしょ。雪かける岩、滑りやすいんで、注意が必要ですね。よいしょ。いやーでも景色がいい。あっちね、アイコマらへんっぽいわ。アイコマで、あっちの奥のさっき見えてたのが、なんだっけあれ。茶臼岳とか、そっちの方だって。なんで、こっちが福島側ですね。言ってみれば。よいしょ。なんで、あそこの尾根行ったら、多分ね、今見えてない側、群馬側だと思うんですけど、が見れるんで、それを見るのがね、今、すごく楽しみですけど、やっぱね、栃木の変わった話なんですけど、これ、ピンクリボンとかあるじゃないですか。なんですけどね、栃木のスカイさんとかのイメージがすごく覚えてるんですけど、変わった標識つけるんですよ。これが栃木全般に、いうことなのかわかんないですけど、なんか栃木の山の、こういう目印はね、変わってるなーって思います。もし栃木県民の、ハイカーが見てるんだったら、この真相を教えてほしいですね。ここだけなのか、他の栃木もそうなのか。うん。コメントください。あれが山頂であってほしいんですけど、なんかあれは偽ピークっぽくも見えますね。あの奥に同じくひょっこりしたものが
ある気がします。まあまあ偽ピークでしょうね。あの登山してる人だったらわかると思います。あの前見てた偽ピークのとこ登り切ったとこかな。あちらだと思います、山頂は。いやもう終わりが見えますね。今ちょっと時計見てないんでわかんないですけど、3時間ぐらいは、経過してると思います。ちょっとな、ちょっと帰りで見せるんですけど、結構な傾斜の雪と岩でちょっと、痩せたところがあって、まあ、ピッケルないしアイゼンがあったらまあ安全に通過できるんですけど、持ってきてねえな。まあ手使って最悪どうにかできると思うんで、まあ、それは帰りにね取ろうかなと思ってます。あとちょっとで日本山なんですけど、いやーこれ下り怖そうだな。きっつ。いやなかなかっすね、最後。さて、日本山、2483m、男体山のね、奥山です。疲れた。あっちじゃなくてよかった。一瞬あっちかと思って、これも偽ピークだったらどうしようかと思いました。日内ヶ岳とか、平ヶ岳とか、そっち方面です。はあ、疲れた。3時間半かかってました。あれがね、男体山だと思います。ちょっと見えないんですけど、あんまり。帰り結構、革新部2箇所あるんで、下りね。下りの岩場の崖チックなところ。ちょっとね、そこを早々にクリアしたいんで、山頂滞在はもう5分も満たないですね。よし、じゃあ下っていきます。じゃあ行きます。1箇所目ですね、いやーここはやらしいね。普通に滑って落ちたらシャレにならないシャドウなんですよ。よし、ここ1箇所目です。雪の時はぜひ気をつけていただきたいです。はい、難所の下り2箇所目がここですね。まあ転んですってんころりんだけは嫌なんでね、慎重に行こうと思います。大丈夫そうですね、抜けたかな。今、小丸山まで戻ってきました。なんでね、もう、あの一番最初に流れてた、階段で、もう終わりです。あと 1.2 キロです。天気がね、あんだけ天気良かったのに、今地獄みたいな、朝天国みたいな感じだったんですけど、今地獄みたいな、絵になってます。